さんこんにちは。ジャニーズタレントの中にはかっこいいだけでなく、かわいいなど様々な分類のタレントに分かれていますが、その中でも今回はセクシーすぎると言われているジャニーズタレント7名を厳選して理由とともにお伝えします。セクシーすぎるジャニーズ1人目はKAT-TUNの亀梨和也さんです。亀梨和也さんといえば最近では野球のイメージが強いと思われていますが、パフォーマンスになった瞬間にセクシースイッチが入ることでも知られています。クールな目元から出る流し目はとても色気があり、ダンスや歌はもちろんですが、過去に出演していた大人恋愛ドラマセカンドラブではジャニーズのセックスシンボルになれるようにと公言しています。デビュー当時は多少やんちゃな印象が強いですが、年齢を重ねるにつれて大人な色気が醸し出されてきています。また中には女性らしさを感じてしまうという意見が多数あり、色の白さや細さ、全体の雰囲気の柔らかさなど女性っぽい印象がセクシーさにつながっていると思われます。セクシーすぎるジャニーズ2人目はスノーマンの目黒蓮さんです。目黒蓮さんは2021年12月31日放送されたジャニーズカウントダウン2021-2022のファン投票にてセクシー部門で他の先輩を抑えて堂々の1位を獲得しています。またソロで初登場し初表紙を飾った雑誌アンアンでは12ページにも及ぶグラビアでセクシーなショットを披露し、全国の書店で完売が続出し緊急重版されたと話題になっています。特にファンの間では目黒蓮さんの彫りの深い鎖骨が好きという声が多く、歌番組でのソロショットでは流し目などのセクシーな表情でファンの心をわしづかみにしています。最近では目黒蓮さんの名前が話題になったドラマサイレントでも注目を浴び、今や俳優としても大注目されているメンバーです。セクシーすぎるジャニーズ3人目は平成ジャンプの山田涼介さんです。山田涼介さんといえば平成ジャンプの絶対的センターであり、後輩のなにわ男子の道枝駿佑さんは山田涼介さんに憧れてジャニーズに入ったという有名な話があるほど、今や後輩たちからの憧れの先輩でもあります。お顔もイケメンでグループを牽引している山田涼介さんですが、甘いマスクとは裏腹に鍛え抜かれた筋肉がセクシーと話題になっています。その凄さはたびたびテレビでも紹介されており、王子様のようなルックスからは想像できないような鍛え抜かれた二の腕や、細すぎずごつすぎない絶妙なバランスの取れた背中の筋肉にファンはものすごくメロメロになっています。セクシーすぎるジャニーズ4人目はキング&プリンスの平野紫耀さんです。キング&プリンスのエースでもある平野紫耀さんは一見細身に見えますが、実際は筋肉ムキムキの細マッチョで美しくセクシーな体つきをしています。デビュー当時から人気で、今ではバラエティ番組やドラマに引っ張りだことなっていますが、テレビでも筋肉がすごいと何度も紹介されています。また筋肉を生かしたかっこいいパフォーマンスも見せてくれています。平野紫耀さんの筋肉は腹筋が割れており、胸板も厚い上、何よりも上腕が太くセクシーと言われています。そんな平野紫耀さんは小学生の頃からダンスを習っており、バドミントンでは県大会優勝の経験もあるくらい、ジャニーズの中でも身体能力がずば抜けているんです。ジュニア時代には和太鼓を叩き肉体美を披露されています。この時は肩幅や腕の筋肉は太いものの、腹筋は割れているだけでなくしっかりとくびれています。雑誌などではその肉体美を生かしたセクシーショットも数多く披露されており、20代とは思えない色気がすごいと話題になっています。驚異の身体能力でバク転も華麗にこなすエンターテイナーな平野紫耀さんですが、今後グループ脱退までにそのパフォーマンスを多く見てみたいです。セクシーすぎるジャニーズ5人目はキスマイフット2の藤ヶ谷太輔さんです。キスマイフット2の中でもダントツでセクシーと言われている藤ヶ谷太輔さんはジャニーズの中でもトップクラスに自己プロデュース力が高いとされています。
ファンは藤ヶ谷太輔さんが歌って踊る時の表情や仕草すべてに魅了されています。20代の頃には雑誌の企画でヌードグラビアに挑戦するなど、若い頃からセクシーさを発揮しています。またコンサートでのソロの曲ではシャツのボタンを多めには抱くなど、ライブでの演出も工夫したりしています。そんなセクシーと言われている藤ヶ谷太輔さんのおすすめのソロ曲はラブミーです。この曲ではクマのぬいぐるみを女性に見立て、最終的にはぬいぐるみにキスをする演出がありファンを魅了した一曲となっています。ですが藤ヶ谷太輔さんにはセクシーとは裏腹に、実は天然で姫ポジションという素顔があります。日常からその天然ぶりは発揮されており、ペットボトルのキャップを取らずに口に運ぶことはよくあるそうです。また藤ヶ谷太輔さんはメンバーの変化などに誰よりも早く気づくタイプで、相手に寄り添えるような頼れるお兄ちゃん的存在とも言われています。セクシーすぎるジャニーズ6人目はセクシーゾーンの中島健人さんです。中島健人さんといえばやはりセクシーサンキューの決め技でおなじみのセクシー王子と言われています。ジャニーズのセクシー代表といえば一番に中島健人さんを思い浮かべる方が多いと思われます。最近では女性誌リストの表紙で昼下がりのセクシーで快速な時間をテーマに胸元がはだけたセクシーショットを披露しています。セクシー代表とも言われている中島健人さんですが、本人はどうセクシーを表現していいかわからないと発言されているものの、中島健人さんの存在自体がセクシーなので、今後もセクシー王子としてジャニーズを引っ張っていってくれる存在になると思います。セクシーすぎるジャニーズ7人目はストーンズの松村北斗さんです。雑誌ビビの国宝級イケメンランキングでも1位にランクインしている松村北斗さんはグループではセクシー担当として知られています。松村北斗さんは友達が少なくインドア派と言われていますが、実は腹筋バキバキの美しいボディの持ち主なんです。また2022年4月に公開された映画ホリックでもクールでセクシーな役を担当しています。そんな松村北斗さんはファンから歩く18禁とも言われており、思わず二度見してしまうほど美しい腹直筋ときめ細やかな肌はまさにファンからしたらたまらないセクシーな体つきです。甘いマスクに男らしい体つき、そしてしっかりとした骨格に引き締まったウエストや綺麗な腹直筋と、男性であっても惚れてしまいます。このようなセクシーな筋肉を持つ松村北斗さんですが、実は以前高知優吾さんとのトークで筋肉がつきやすい体質だと自身でも認めています。また松村北斗さんは小学校時代から中学校時代にかけて空手に打ち込まれていた時期があり、その頃から何もしなくても腹筋がうっすら割れている状態のようです。松村北斗さんの美しい腹直筋はこれからもキープしてファンをもっと虜にしてほしいと思います。いかがでしたか？今回はジャニーズタレントの中でもセクシーすぎると言われているメンバーを7人紹介しました。セクシーと言われているだけあってパフォーマンスだけでなく肉体美も評価されています。またこの7人の他にもセクシーと言われているジャニーズタレントは数多くいますが、またの機会にご紹介できればと思います。そして今後彼らの美しい肉体美にも注目してパフォーマンスをご覧ください。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。